秋らしいね、美しい花の映像をお届けしたいと思うんですけども、今見頃を迎えているのがコスモスです。秋ですからね。ただ皆さん、夜のコスモスってご覧になったことありますか？今回は特別にライトアップされた幻想的なコスモスの映像もお届けします。秋風に揺れるコスモスの花、その規模は日本最大級。昼間の太陽に別れを告げた後、幻想的な姿を見せてくれました。秋の花旅、まずは深紅に染まったオホーツクの水辺へ。9月のこの時期になるといつもですね、サンゴ礁は赤くなります。自然は裏切らないというか、期待を裏切らないところが、まあ、このサンゴ礁の魅力かなと思いますので。まさにオホーツクの風物詩。このサンゴ礁に携わられてもう長いんですか？私ね、本当に恥ずかしながら50年を超えてます。他にはないでしょ、この景色。だからね、ぜひ この景色を見て、ああ自然ってすごいなとか、美しさをこう味わってもらいたいなというふうに思いますね。この色づき本当に見事です。今年はですね、8月本当に暑い日が続きましたよね。で、気温が高かった、それから日照時間も長かったということで、サンゴ礁の生育もいいですし、色づきもですね、非常にいい状態だと思います。松下さん、サンゴ礁のこの色って何が赤くなっているんですか？葉っぱとか茎の部分が今だんだん色が染まってきてまして、サンゴ礁は花が咲かないというふうに見られてますけど、実は白い小さな花が咲くんですね。花咲くんですか？咲くんですね。ほとんどですね、肉眼で見てもなんかこれが花っていうような、本当にごくごく小さい白い花が実は咲くんですね。花も実もある植物なんです、実は。じゃあ、れっきとした花旅北海道って言ってもいいですよね。いいと思いますよ。地元の人はみんなサンゴ礁を見てもらいたいし、楽しんでもらいたいと思ってますので、コロナが過ぎ去った後にはサンゴ礁を見ながらですね、また楽しい秋を過ごすことができるんじゃないかなというふうに期待しています。続いて訪れたのは、丘一面にコスモスが咲き誇る遠軽町。その規模は日本最大級。やっぱり町の人がね、日頃から関わっていただいて、そしてみんな町の誇りに思ってほしいなと。私たちのね、町にはね、こんな綺麗にコスモス咲くんだという気持ちをね、みんな持ってもらいたいなと。遠軽町の町の花でもあるコスモスが、10ヘクタールもの畑におよそ1000万本も。今年も綺麗に咲きましたね。はい、そうですね、今が一番いい時ですね。中村さん的には今年の咲き具合いかがですか？いいですよ、去年今年と非常にいいです。やっぱり秋になったらこの時期が来たなというのが実感です。あ、これこれこれ、私コスモスみたいなピンク色の花って写真映えするので本当に大好きなんですよ。コスモスの原型はピンクなんですよね。赤白でなくピンクなんです。その中でいうと、一番シンプルなのはコスモスの原型っていうのはこんなような色だと思います。あ、薄いピンク。そうです、そうです。うわあ、こっちも綺麗。まるで丘一面にオレンジ色の花の絨毯を敷いたみたいですね。キバナコスモスっていう言われてるやつですね。黄色い花のコスモスですね。
まあ、3種類ぐらい混ぜて植えてるんです。またピンク色とは違った魅力がありますね。あ、すごい鮮やかな色、かわいい。あ、中村さん、はい、あの奥に見える黄色い色は何ですか？あれはひまわりです。え、こんな時期に？まあ、あのこのコスモスの咲く時期と合わせて植えてるんですけども。へえ、オレンジ、ピンク、黄色、そして空の青、素敵ですね。まあ、欲張りすぎだよ。いやー、それにしても太陽の丘って本当に広いですよね。あ、この黄色い花は？これもあのキバナコスモスの新種というか、レモンブライトって言って、まあ、あの花びらの色がちょうどあのレモンの色っていうかですね。すっごく鮮やかな黄色ですね。まあ、そうですね、本当にあのレモン色っていうかね、名前の通り、うん、いや本当にね、ありがとうね、こんなに綺麗に咲いてくれてねって、もう少し頑張ってよって長く咲いてくれるといいですね。あの、もしかして他にも変わったコスモスってありますか？カップケーキっていう名前が面白いでしょ。花びらがね、全部これつながってるんですよ。あ、本当だ。だからカップのようになってる、うん、まだあるんじゃないですか？これ何に見えます？これ日の丸。日の丸、周りが赤くなってるでしょ。あ、色が濃いし綺麗ですね。こちらは？これはですね、種子メーカーで開発するとき、エンガルのこのコスモス園で露地試験をやらせてくれっていうことで。え、じゃあエンガルさんの品種ってことですか？そう、そういうことです。へえ、名前は？ダブルクリック、なんか パソコンの名前みたいな。いや、本当そうです。どうしてそんな名前がついちゃったんですか？わかんない。これは種屋さんでどういう、なんでそういうふうに決めたのかわかんない。まあ、八重状態だから、まあそれで、まあダブル咲きみたいな。そんなことじゃないのかななんて苦しいわけだけどね。2003年にオープンしたこのコスモス園、当初は花の咲き具合が安定せず試行錯誤を続けたそうです。そんな中、町内のあるコスモスを育ててる人からですね、コップ一杯ぐらいの種を分けてもらったんです。はい。で、それをいろんな空き地とかなんかに植えながら、その種を取ってそれを繰り返しながら増やしていったんです。ここのですね、上側3分の1ぐらいに植えてみたんですよね。したらやっぱりこういう状態でですね、綺麗に咲いたんです。で、あ、この種これ使えるよと、これがいいよと、そこで育った種っていうのが一番そこの気象条件だとか土壌だとか気候だとか、そういういろんなものをね、種が遺伝子として持つんだと。そうするとその種はそこで間違いなく咲くんだよと。そしてまた種をまき育て、コスモス畑は町の人たちの手で守られてきました。さらにはエンガル町独自のこんな取り組みも。コスモス川柳なんていうのはどうだろうと、コスモス畑で大切な人に思いを伝えたいみたいなね、まあ、それで始めたの。コスモスが元気出してと密に揺れ、コスモスも夫婦の仲も密がいい、花畑出会えた一輪君だった。
コスモスが咲いたと母から LINE 来る。コスモスへ GoTo したいコロナ明け。旅の締めくくりに中村さんが素敵なことを教えてくれました。意外と以前ねやったことあるんですけども、夜も綺麗なんですよ。夜も、はい、でましてね、夜ね、雲がなければこの星空もすごく綺麗。そんな星空を期待して待ってみると、夜の帳が降りたコスモス畑には幻想的な世界が広がっていました。昼間と変わらず咲くコスモスの花は、いつも必ず北海道には次の季節がやってくることを告げていました。コスモスが宇宙を見上げて大合唱。夜にお花を見るってことはあまりないですよね。しかもね、馴染みのあるコスモスでも見る時間によってこんなにガラッと変わるんですね。なんか星空も素敵ですけど、このコスモス畑自体も夜空に見えてくるようなね、陰影が綺麗です。なんか花を見てるとね、じっと見てるとやっぱりなんかこういろんな思いを寄せたくなってくるから不思議ですよね。穏やかな気持ちになりますね。テレビの前でお楽しみいただけましたでしょうか。